ドライバーです。本田と。
途中で、ポイントになっています。さあ、勝田の宮コストロバイクが戻ってきて、これで17周年。そして宮根ピンチポイマーコストロバイクを通過していきます。17周年
エールトップ飛び出しました。さあ第3ドライバー、ここは女性ドライバーだとこれは大田飛び事態になります。さあ8番パワーオン、ホワイトカラーリングマシンが最初に戻ってまいりました。そしてピアレスチームはピアレスの100円のドライバー、今コース中央フロステーションを受けていきます。ベースタイムは11分、まもなく20秒になるところ。
50周、ジャンプ50周、右側から50周。
そして右側が2090、ゴールインです。